イミタボール AR-21、イミタボールタール -21、イミタベアタール -21 は、イスラエルのイミ社の消火器部門が最初に設計し、その後消火器部門が分離独立した民間銃器メーカーである、イスラエルウェポン・インダストリーズ社が生産、販売する、元は、イスラエル国防軍向けに開発した、ブルパップ方式アサルトライフルであり、同社の主力製品の一つである。 タボール、ヘブライ語、変貌とは、旧約聖書に登場し、新約聖書においてもイエスが昇天したと伝えられている、ガリラヤ地方のタボール山、MT、タベア、ターボルとも表記されるが、これは、ヘブライ語の V と B はほぼ同じ発音であることに、起因するから取られた。機種形式、基礎モデル名及び通称として使われる、タール -21 とは、 トボアソルトライフルにファーストセンチュリーイコール21世紀のタボールアサルトライフルの略である。ちなみにタボールと同時期に登場したアサルトライフルには21世紀を目前に設計されたことからタボールと同様に次世代の軍用小銃という意味合いで21を付けたアサルトライフルが数種ありする。有名なものではシンガポール ST 傾斜設計の SAR21。 イスラエル設計のガリルアサルトライフルをライセンス生産している南アフリカデネルグループベクター設計の CR-21 がある。タボールが設計された背景にはアメリカ軍から格安で購入してイスラエル軍に支給されていた M16A1 カーマイナス15そして軍の一部に支給されていたガリルを置き換えることと輸出用が主体として設計されていたガリルが 旧式化したことにあるこのため、イスラエル軍の近代化と現代の兵器マーケットに対応するため、新型アサルトライフルの開発を、イスラエル軍は、イミシャの消火器部門、当時に命じた。その後、イミシャのデザイナーであったポーランド出身のザルマンシェベス、ザルマンシャブスを開発責任者とするチーム、フォームテックが葬式され、百九十四年より、試作品、 R90、アドバンスアサルトライフル90として5世代にわたり、研究開発が続けられた。当時のイスラエル軍が主として提示した車両からの、出入りや、紫外線を容易に行うべく前長は短く、だが野戦時でも平坦な、中東の戦場に対応するため射程や威力は十分に確保するという条件を満たすライフルは、ブルパップ方式であるとチームは判断し、彼らが、 他の各国のアサルトライフルを比較、研究して開発し、1997年に起を確立させた結果が、この、タボールなのである。完成型は1999年のミリポルで、初公開された。ステアー車で設計されたオーガストの初期型のストックに、ハンドガードを追加し、なおかつ、ご尽くしたような、イスラエル製らしい外見をした、ブルパップ方式のスタイルである。 トリガーガードと一体化したグリップ上部にはバレルを冷却させるための通風口がある。肩付けする部分のバットプレートは開閉可能で内部にあるボルトを取り出して掃除することが可能である。コッキングハンドル、手で操作して弾を薬室に送り込むための可動式取って部分はバレル冷却用の通風口を兼ねている。このコッキングハンドルは独立式であり、ボルトの動きとは連動しないため、 射撃中に動くことはない。バレルが、レシーバー以外の部位には直接接触しない、フリーフローティング方式を採用し、射撃時の命中精度の安定化や、フルオート射撃時のバレル加熱によるストックの溶け出しを防止している。外観のストックには、オーガストと同様のセンサテック、合成樹脂を採用し、内部パーツには、センサテックとアルミニウム合金を多用している。これにより工術する。 スタンダード仕様、タール -21 では、約 2800g、全、オプションパーツなしという、アサルトライフルでは1、2を争う軽さを誇り、腐食にも強い。主要機器がある、ストック後部に重量を集中させることで、即座に重心を持ち上げ構えて、戦闘体制へ移りやすくしているが、バランスが後方寄りになりやすい人によっては構え時の、 安定性が多少悪感じる問題も残されている。ただし、これについては後日のバイポッド、2脚、M203 グレネードランチャー、フォアグリップなどを取り付け、前方への重量を増やせば、若干改善できる。外部デザインに関する問題として、特に、ブルパップ方式でのショルダーストック部分は、主要機器の集約する場所だけあって、大きくなりがちで、見た目としても重く感じてしまう。 そこで開発総責任者のシェベスは、ストック全体に段差やラインを多めに彫り込んだ独特なデザインで、ライフル自体を小さく見せて、視覚的に解決することとした。それでも実際に、後方寄りな重量ランスのため、ユーザーの判断により前述の方法を取られることがある。現行モデルのハンドガードには、握りやすさを改善するための盛り上がった線が6本、追加されたほか。 軽量化対策や握りやすさの改善策として、トリガーガード、グリップにも溝を放り込んでいる。最近のモデルでは、ピカティニーレールを標準装備した、改良型ハンドガードが供給されている。タール -21、グター -21、スター -21、ジーター -21 の多ボールのストックは共通だが、X95 のみ様々な条件を前提とするため、 別デザインのものとなっている、工述する X95 の項目を参照。作動機構は、AK-47 をほぼそのままコピーした、ガリルとは異なり、新規設計のガスオペレーション、ロングストロークピストン、ロテーティングボルトシステムを採用している。これは AR、AR-18 の機構をアレンジしたもので、オリジナルとの違いは、ショートストローク式ピストンを、 ロングストローク式ピストンに置き換え、ボルトロッキングラグを他には見られない大小4個の稲デザインに変更した点にある。このため AR-18 や M16 系で採用されている7個のマイクロロッキングラグよりも、ボルト作動の確実性やクリーニングの容易さを高めたものとなっている。工作精度や製造ノウハウの安定していない最初期の試作モデルではガリルより、 粉塵に弱いとされる M4A1 と比べても作動不良が続出したらしく、一度は1998年に行われたイスラエル軍新規正式劇、ジュートライアルにおいて落選してしまった。しかし、テストの結果を反映させ、また、工作精度やノウハウそして生産ライン確率の過程で徹底的に改良され、2003年頃にようやく完成した量産モデルの性能が、 イスラエル軍に認められて採用された。ちなみに、このような完成までの経緯は、ウージーやガリル、ネゲブなど、EV 射程重機全般に共通する事柄である。口径 5.56X45mm SS109 系列の弾薬を使用し、基本的には、M16 系、スタニヒタイプの30発マガジンを使用するが、アダプターを併用することにより、 ガリル用の35発マガジンも流用できるなど、既存アサルトライフルとのマガジンの共通性を図っている。理論的には、M16 用100発、ドラムマガジンや、ガリルアーム用50発、ロングマガジンも装着するとは可能ではあるが、ブルパップ方式のデザイン上、構えや安定性が悪くなるため推奨されない。同様に、ブルパップ方式のデザイン上、アイアンサイト、 金属式照準器で照準をつけることが難しいので、タボールにはドットサイト、光学式照準器が標準装備としてバーチカルグリップ状の通風口の上に装着可能であるが、後に非常用アイアンサイトも追加された。これらについては後述する。ブルパップ方式は基本的に薬莢の排出方向で右利きか、左利きかで改造を施さなくてはいないが、タボールは コッキングハンドルを反対側につけ、変え、排出しない範囲、鞘口を塞ぐといった最小限の改造で、両機機体を落としている。なお、コッキングハンドルのない部分には、ピカティニーレールが装着可能で、様々なオプション機器を取り付け可能である。同様に、セレクタースイッチも利き手により変更されるほか、イスラエル軍において、広く扱われる。 M16K 突撃銃のスイッチの位置と合わせており、移行した際の違和感を少なくしている。他に構えた相手の顔面にチャンバーが存在するため、シェベスは1万1の弾薬の異常燃焼事故に対処すべく高圧ガスを前方へ逃がして被害を最小限に食い止めるメカニズムを新たに開発した。このタボール独自のメカニズムには特許が下りている。また、 最終弾の発射後にはチャンバーを開いたままとするボルトホールドオープン機構も備えている。フラッシュハイダー、消炎機にはライフルグレネードやサウンドサプレッサー、サイレンサー、減音機を装着可能で、重心には銃剣、バイオネット装着用のアタッチメントを取り付けて銃戦闘も可能としている。ハンドガードは取り外し可能で取り替えて、 専用のオプションを取り付けることができる。なお、2009年度の EW 社の大規模な方針転換、およびカタログリニューアル計画の一つとして、タボールの一種として開発されたが得意な位置づけに、あったマイクロタボールまたは -21 を X95 に改め、派生の別モデルとして完全に独立させた、後日タボールには、使用目的により、 以下の九種のバリエーションが存在する。工実する、X95、マイクロタボールマター -21 と、シビリアンモデルを除くすべてのタボールの基本形。工実のクター -21、スター -21、ジーター -21 と、ストックや基本部品などは共通で、この4つを総称し、タボール21シリーズとも呼ばれる。 全長 725mm、バレル長 460mm、ライフリングは6畳7インチミニ1回転。重量は前日の通りで約 2800g だが、基本オプションを追加すると約 3300g となる。重厚初速は秒速 910m。ストックのカラーバリエーションは、オリーブドラブ、イスラエルグリーン、ブラックなどがあり。 現在ではブラックが標準となっている。タボールには専用のドットサイトとして、EO テック社のサイトと、デザインがよく似た、至る社製のマーズ、サイトがある。これは、真中に赤い光点を表示して、それを標準とするレッドドッ、式であり、レーザーサイトも付属していたが、最近ではマーズより、安価なメプロライト社の M21、リフレックス式及びモア、モア、 マーズと同等の機能を持つなど、別のサイトを取り付けている場合も多い。ドットサイトを標準の標準機としているものの、標準機の故障や電池切れなど、トラブルの際にのみ使用する、非常用、アイアンサイトも存在する。ハンドガード上部の通風口を兼ねた部分にある、折りたたみ式フロントサイトと、標準機取り付け部の真下にある折りたたみ式の、リアサイトがそれである。 基本的にリアサイトは照準器を外さなければ使用できないが、前述のマーズサイトには一体成型の簡易的リアサイト用途の溝が上部に存在し、これと組み合わせることでアイアンサイトとすることが切る。サイト取付部の後ろには、イタル社やメプロライト社で生産されるアンシスコープやブースタースコープがねじ込み式で取り付けることができる。そのため、ドットサイトと組み合わせて、 暗闇でも容易に標準を定めることができる。装着されたマガジンは挿入口前方にあるレバー式のマガジンキャッチスイッチを押して取り外せる。ハンドガードを取り外し、アメリカ軍などが正式採用している M203 グレネードランチャーを装着可能であるが、ランチャーのバレルが長いためバランスがあまり良くない。この箇所は今後改良される可能性がある。ちなみに、 アンシスコープ用取り付け部に専用のランチャー用サイトを取り付けられる。他に、工術のスター -21 用バイポッドを取り付け、簡易的な景気感銃としても利用できる。最近では、タボールシリーズをさらに発展させたタ、タボールにタボール石 w と呼ばれる最新鋭の全天候対応型 MPRS 光学サイトを取り付けたモデルや、 走行車両の防弾ガラスに紹介量を施し、願法を溶した上で、タボールを取り付けて、ポートガンとするための専用装着パーツも公開されている。基礎のタール -21 よりバレル長が 80mm、短い 380mm の長さのバレルを装備したカービン、機兵銃モデル。初期のモデルは、コマンド、コマンド、コマンダー、コマンダーなどと呼ばれていたが、 現在の e v 車では、コンパクト、コンパクトが正式な名称である。全長は 640mm で、重量は、タール -21 よりも軽い 2700g、基本オプションなし、オプション取付時 3230g、重厚初速は、秒速 890m である。全長が短く、小回りが効くため、メーカーは落下3兵、戦車兵、 特殊部隊向けとしている。イスラエル軍では、このクター -21 の方が、タール -21 より多く配備されている。ディスカバリーチャンネルの、では、ナビゲーターのが、クター -21 を、イスラエル軍の施設で、テスト射撃し、300メートル先の標的の頭と肩に、命中させている。タール -21 の、ハンドガードを前日のバイポッド付きハンドガードに取り替え、 ドットサイトの代わりに各種狙撃用照準機を取り付けるためピカティにレール付きとしたタボールシリーズ中の簡易撃用モデル。クター -21 と同じく初期のモデルはシャープシューティング、シャープ、シューティングとも呼ばれていたが、現在ではシャープシューター、シャープ、シュターとなっている。バレル長と重厚初速はタール -21 と同じだが、 様々なオプションを取り付けているため、約4 7 3 0グラムと、タボールシリーズの中では、重い部類に入る。従来の狙撃銃でも採用される米国ハリス社製の、汎用バイポッドが標準だが、近年では、FA モス風のバイポッドを装着したモデルもある。分体狙撃士向きモデルで狙撃には適しているものの、5.56。 X45mm の有効射程は200から 300m 前後なので、あくまで簡易的に使うのが基本であろう。なお、イスラエル軍では、スター -21 そのものではなく、バイポッドや狙撃用照準機を組み込み、分隊狙撃運用向けとしたクター -21 を扱っている。M203 を取り付けたタール -21 の名称。本来、 ジーター -21 は非公式な通称であまり一般的ではなかったが2009年度から EV 社の方針転換により正式な名称となっている。M203 を取り付けた影響から全長 853mm、重量 5700g とタボールシリーズの中では最もサイズが大きい。イスラエル軍ではグター -21 に次いで使用される。 全長の長い M203 を取り付けた際のバランスが良くない点を改善すべく2010年から M203 より多少短いブルガリアのアルクスアーカス射程40アブグルも新規オプションとして追加されたウクライナのフォートがライセンス生産したモデルでは南アフリカのミコル射程40マブグルが装着されていた2014年からは EV 製の EVGL40 に変更された。EVGL40 は、タール -21 と X95 に対応すべく設計されており、重心が短いクター -21 やマターにも装着が可能である。マター -21、マイクロタボールとして、従来のタボールの設計をもとにサブマシンガン並みの全長を実現したタボールの位置系統であった。 クター -21 よりも短いが、そのため、本来のタボール系統とは、若干異なった形状のストック、ハンドガードから、グリップ上部に移動した、コッキングハンドル、専用サウンドサプレッサー取り付けを前提とした広い、重厚付近の開口部や合計 9mm、サブマシンガンモデルの存在、口実など異なる部分が多く、過去のメーカーのオンラインカタログの、 同じサルトライフルのジャンルでもたのモデルと区別して扱われていた。2009年における EV 社の大規模な方針転換の一環として、マター -21 は X95 に解消され、本来のタボールシリーズとは完全に独立した派生モデル扱いとなった。ただし、基本仕様や外見は変わらず、メーカーのカタログ、一部ではマイクロタボール、マター -21 の名称も、 引き続きニックネームとして平気されている。最初期の試作型マター -21 は、ハンドガードまで切り落としたような特徴的なスタイルだったが、そのあまりにも短すぎる前兆からバランスが悪く、2世代目からは、ハンドガードが追加され、グリップが独自のピストルグリップに変更された。その後3世代目からは、従来の多ボールに近いデザインのグリップに変更された。また、 マガジンを取り外す際のスイッチはレバー式ではなく押しボタン式に変更されている。また3台目には重心長を15インチに延長したマークスマンマイクロタボールと M203 を装着可能なように重心を延長したモデルが存在する。重工付近の開口部が広いことを利用して専用のサウンドサプレッサーが取り付け可能である。これは サボールシリーズが汎用品を利用することに対し、意味、e w 社オリジナルのオプションパーツであり、重心ほぼ全体を包み隠すタイプの品である。ただし、フラッシュハイダーは共通品なので、汎用サプレッサーも取り付けられる。最大の特徴として、後継 5.56X45mm モデルが基本だが、同社の UG 用32発マガジン、試作モデルでは、 クロックピストル向けロングマガジンを流用、作動機構をクローズドシンプルブローバック方式へ変更し、合計 9X19mm、9mm、パラベーラム、ルガーに変えたサブマシンガンモデルおよび 5.56X45mm モデルから改造するコンバージョンキットがある。内部機器とバレるマガジンを交換するだけなので、ストックに取り付けた。 ドットサイトなどのオプションパーツはそのまま引き継ぎで使用可能な利点を持っている。後傾そのものを変える機能は従来型タボールシリーズには存在せず、よりユーザーの要求に合わせられることも大きな相違点となっている。5.56X45mm モデルのバレル長は 330mm、全長は 590mm だが重量は 2950g と 意外にクター -21 より重いのも特徴である。メーカーではクター -21 と同じく特殊部隊向けモデルとしている。タボールシリーズから派生したモデル、初期型はマター -21 から名称変更したものだったが、2013年中頃からハンドガードの形状を変更、重心長4 1 9ト、mm、ルモデルの登場でマター -21 とは、 別物となった。ハンドガードの形状変更が最大の特徴であり、側面と底面にもピカティニーレールがあり、専用カバーが取り付けられている。上面のピカティニーレールは、以前のタボールシリーズと異なり、一体化されたレールがマウントされている。ユーザーの要求に合わせて、ピストルグリップのパーツ交換が可能となっている。2015年から EV のアメリカ法人 EV、 US 社でもセミオンリーの民間向けモデルの販売が始まり、重心長 470mm のモデルも販売された。使用弾は 5.56X45mm、5.45X39mm、300AC ブラックウトの3種類のライフル弾と 9X19mm のピストル弾がラインナップされている。 7.62X51mm NATO 弾のモデルとして2017年に発表されたもの。マガジンはナイツ SR-25 のマガジンと同規格のものに対応している。後述のインド軍が最も興味を示し、タボール系統の中でも特に購入したモデルは、マター -21、X95 であったが、それとは別にインド軍は、 同国製ライフルにも採用された、後継 5.56X30mm ミンサスのモデルを、意味者、当時に発注した。この 5.56X30mm ミンサスを採用したまたは -21 は、ジッタラと名付けられ、意味者のカタログにはない、インド独自のアリューモデルとしてくらい受けられた。当初は、意味者生産の品を直接購入していたが、後に、 タボール自体のライセンス権を購入し、インド国内での生産も開始した。主に、インド軍の特殊部隊で採用されているほか、イスラエル軍特殊部隊でもテスト採用されている。なお、ジッタラという名称は、後のインド軍におけるタボール全般のニックネームにも、なったが、インド以外の諸外国で、ジッタラといえば 5.56X30mm、ミンサスのモデルのみを指す場合が多い。 通称タボールカービン。またマイナス -21 を元に制作されたタボールの民間販売用で、バレット社がディーラーとして米国内で販売していたが、現在は生産が中止されている。なお、現在でも一般民間販売用としてのセミオートマチック仕様のタボールは存在するが、これはタールマイナス -21 をセミオートのみにしただけで、軍、うん。 警察用モデルとほぼ変わらない外見である。オリジナルの e w e ーイスラエル製がカナダやヨーロッパなどに輸出されているほか、2012年には銃規制法の関係上セミオート仕様であっても、輸入販売は困難であったアメリカでも、複数のパーツをアメリカ国内で生産し、組み立てた上でアメリカ製セミオートライフルとし、銃規制法の問題を解決した民間向けたボール、 フルサイズのタール -21 の販売がアメリカ代理店、チャール・デイリー社より発表され、後に EV 社により直接の米国代理店 EV、US 社及び専用の製造ラインを設立し、タボール SAR の名称で、ウジプロと共に生産販売されることとなった。5.56X45mm 弾以外に、9X19mm 弾を使用するモデル。 アメリカ市場で人気のある 300AC ブラックウートンモデルも販売されている。近年の多様化する軍事マーケットへの対応策として2012年に発表された従来品以上に多くのオプションパーツ装着を可能とするべく、コッキングハンドル上部の折りたたみ式リアサイト部分から用のドットサイトベースねじ込み式専用オプションサイトベース部分までを ロングタイプのピカティニーレールに置き換えたモデル。この仕様変更に伴い、非常用アイアンサイトはオプション装着の邪魔にならないよう、従来より小型でレール内に収納されるタイプに回収されている。タボール及び X95 の全機種でオプションとして選択可能で、アメリカ市販型セミオートモデル SAR ではこのタイプが標準となる予定である。イスラエル軍では、 初期の試作モデルを少数購入し、テストを行った後、正式突撃基準として採用が決定した後は、意味、EWE での生産体制が確立するとともに、各部隊に少しずつ波及しつつある。タボールが最初に配備された部隊は、キバティフ氷旅団2006年であり、現在では、ゴラニフ氷旅団2008年、2010年などにも配備されている。 主に新兵や幹部候補生を中心にクター -21 が供給され、一部の兵士にはジーター -21 や軍隊狙撃運用向けクター -21 も供給される。兵士たちからは全体的な軽さや全長の短さが評価されているようだ。イスラエル国内の公的機関なども採用する動きがある。 将来的に軍のすべての部隊のアサルトライフルを数年かけて置き換える予定であるらしい。しかしながら M16 やガリルなど従来のアサルトライフルとの操作感の違いや予算の都合からキャリアの長いベテラン兵士たちへの供給は滞っていると言われている。イスラエルが誇る稼働率世界ナンバー1のエディート部隊サイエレットマトカル、サイエレットゴラニ、サイエレットギバティでは テスト目的も兼ねて、クター -21、マター -21 が真っ先に採用されている。海外で初めに納入したと伝えられるのは、インド軍である。イミシャ、当時と2000万ドルの契約が成立している。この内容は3000兆のタボール以外にも、150から200兆の、ガリル 7.62mm スナイパーライフル、350万ドルの、 いろいろな標準装置の供給とともに、4つの新しいコマンド代替をイスラエルのエキスパートが教育するという内容である。後に、マター -21 のライセンス生産契約も結び、自国生産のモデルをジッタラと名付けて、インド軍の特殊部隊を中心に採用した。なお、扱ったインド兵士の実戦データや彼らからの要求と意見は、イミーウィ社にもフィードバックされ、 タボールの改良に大きく貢献した。その後、以下の各国軍が購入、主に特殊部隊用として採用している。香港にアディス社がいち早く製品化した。また、EV 社及びイスラエル軍のライセンスを持ち、再現度の高いガリルのトイガンを発売したアメリカのツヤーもリーズ社、ヨーロッパを本拠地とし、同じく EV 社のライセンスを持つサイバーガン社も製品化を予定している。 また、日本のトイガン最大手である東京マル医者でも10歳以上、ユーザー向けシリーズ、電動ガンボーイズシリーズの第6弾としての発売が発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。